憎くて憎くてたまらないんです。兄の仇を取るまで私の旅は終わりません。お元気で、ファングさん。あ、毎度。別に今日はどうして。ロロは、そういえばそうですわ。情報屋っていうか、理由は簡単。この世で高値がつくものって希少なものと非合法な物、それと有益な情報なんだよ。うわ、黒い話ね。黒くなんてないよ。私は真っ白だよ。だから悪事に手を染めないで。確かに個人レベルの真っ当な商売の中ではかなりお金を稼げるかもしれませんわ。でしょ。もともと私は人の噂話、さらに自らの足で情報屋に必要な。普通にすごい。子供とは思えませんわ。子供と思わなくていい。ちょっと見直して。じゃあ。え？当然だよ。やっぱり金に汚い。でも今回は特別サービス、お茶をおごってくれたらいいよ。はいはい。でもあんたにはうかつなこと聞けな。まあいいではあります。それじゃ。まあロロ。ただいま。お、出かける？カバレ砂漠です。アリンさんの記憶にフェイスドロップがある。何？うん、ドルファが動き出す前に先手打ち。ああ。ところでファン。いや、なんでもねえよ。行くとなりゃ早い。キュイ。マニキュアを塗っているんです。心配してくれてるのね、キュイ。お願い、キュイ。月、はあ、しょっちゅう一人で外出。好きな子でもできたのかしら。嬉しくなさそんな。でもあの子はちょっとつ盲信で直情的で。要する。そうね。だから悪い女に騙されやしないかって。過保護だな。キュイ。仕方ないじゃない。それなら。え？ピピンに恋人ですか。考えたこともありませんで。あんたは今後も緩急。俺は。それはこ。そうと。それで？ツッコミに停止。どうなんだ。別にあた。来い。お、来ないなと。お前。そんな土直球にき。おう。実は近所に新しくできた定食屋で。て、定食？せや、腹いっぱい食うために。ああ、花より団子。まあこんなこったろうと。Thank you.
などもってのは買い物に、そしてなら新何を俺様免許ちおいちょ回りね知ってどうする。女あいつら真実を残念ながら強いて言えばけありもはあけたまのおかあれあんなと本当だきっと仲良きことはうここは見渡すか。うん、アリンさん多分だ。そうだけど、じゃああんた1年前の今日。1年前だな。でしょ、微妙に違う気が。よい、女神の一部とはいえども、本当にフェなんとなくは、なんとまあまあ落ち仲間で。ピピンに正論を言われるとなんかムカつくが。そうですね、任